なんかあるクレーマーが、バスの運転手に地獄のようなクレームを入れたようなんだけれど、あまりにも常軌を逸したクレームだったようで、ネットがざわついてるみたい。では早速だけれど、そんな地獄のようなクレームに関するポストを見てみて。骨折ライダー2000。またしょうもないクソクレーム。急いでるんならタクシー使いな。バスは定時ってもんがあってね、あなた一人のために運行してるわけじゃないんだよ。それに休憩中に松屋で飯食ってて何が悪いんだか。お客様の声。〇〇〇〇のバスに乗った。帰りもそのバスで帰ろうと思ったら、たまたま行きのバスの運転手が松屋で牛丼を食べていたのを見たので、次のバスはいつか聞いてみた。そしたら30分後と言われた。急いでいたので、もっと早くできないのかと聞いたら、別のバスを案内された。私は〇〇〇〇循環に乗りたかったので、早く出発しろと言ったら、それはできないと言われた。その運転手が松屋でお昼ご飯を食べているから遅くなるのではないかと聞いたら、休憩時間なので、との一点張りだった。その後いろいろ言ったが、自分には対応できないので会社に連絡しろとしか言われなかった。お宅の運転手は、マニュアル通りの対応しかできないのか？私が急いでいるのにのんきにご飯を食べて、指摘したら、自分は対応できないので会社に連絡しろとしか言われないこっちの身にもなってほしい。せっかく乗った時は、珍しくいい感じの運転手だと思ったのに、がっかりだ。再教育をしてほしい。対応内容。当社からの回答は不要。営業所に共有。乗務員の対応に問題なし。バス会社の対応。めっちゃ正しいよね。今のご時世、このような理不尽なクレーマーが増えているからね。このバス会社が取ったような塩対応でいいと思う。ネットでも、急いでるけど、タクシーに金をかけたくないから、公共交通機関を自分の都合に合わせて動かせばいいんだ。この発想に至るには、どんな環境で育てばなるんだろう。ひどい話です。そんなに急いでるのなら、タクシー使えばいいし、バスってダイヤ通りに出発しなければいけないのは、法律で定められているんじゃなかったっけ？これ何歳なのかな？老眼臭半端ないんだけど。ブラックリスト入りでバスに乗れなくなってしまえばいいのに。いつも思うのだが、会社が正式に受けるクレームには、氏名住所電話番号はいただいて、〇〇市の三角様から、と表記するくらいでいいんじゃないか。すごいな。休憩中に話しかけられるのだけでも嫌だろうに、大変。てか、クレームでも何でもない、こんなおバカがいた案件。帝国運転を知らんのかな。定時の時刻より早く出てしまったら、早発といって、運行事故になるんです。お国様から大変厳しい処罰を受けることになるんです。仮にその一人のために早く出発したら、定時に乗ろうとしていた他の何人ものお客さんを置いてけぼりにするんだよな。会社の対応は素晴らしいです。けど、以前はこれも苦情扱いになり、始末書を取ってたバス会社もありましたからね。それが現在に至る人手不足の原因の一つですよ。私が今と言った時に運行してください系クレーマーか。世の中には頭がおかしい人間が一定数いるというのは社会認識として共有すべき。そんな奴らの声は無視してよい。きっと吉野家の回し者などとクレーマーへの呆れの声がほとんどみたい。しかし最近の悪質クレーマーによるクレームの内容、あまりにも幼稚化してない。今回のクレーマーもそうだけど、クマクジョクレーマーやツイフェミなどなど、自己中心的な思考のクレーマーが多すぎるよね。でも、だからこそ、悪質クレーマーの対応は、今回のバス会社のような塩対応でいいと思う。いちいち対応するから調子に乗るんだからね。とにかく意味不明なクレームは無視、もしくは塩対応。これが正しい対応だと思います。